バーデルモです。こんばんは、しじまのひがです。火曜改革、シャープ17でございます。はい。この番組はシンガーソングライターデルモとネオ歌謡ポップバンドしじまのリーダーひがげんたによる配信です。パーソナリティ2人がカバーするエモソングを題材に、楽曲にまつわる思い出やアーティストへのリスペクトを語り合い、リスナーとともにその曲の持つ味を再解釈していく、音楽番組でございます。久しぶりですね。はい、お久しぶりです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと遅れちゃいましたけれども、はい、始まりました。始まりました。ちょっとリツイートしようかな、いろいろと。俺もしたいな。よいしょと。今日は珍しく、はい、私も飲みながら、お、配信ですよ。何飲んでんですか？今日はですね、今日はですね、なんとこれですね。じゃん。ひろこさんにもらった自分の写真入りの、いやー、ほんと素敵これ。ありがとうございます。いや、いいね。あ、うん、そうだ、思い出した。それね、まあ、家に持って帰って母親にこんなのあるんだよって見せたら、母親が、へえ、写真がビールにプリントしてあるのね、これ誰？言われて、あー、息子だとは気づかず、そう、あー、誰だろうねって言って、かわいそうに。そう、まあ、後日、はい、後日なんか分かったっぽくて、はいはい、なんか言ってた。あ、なんか、あ、これ自分で作ったのみたいな。ああ、なるほど、ね、やっと気づいてた。確かにな、俺も実家だったら冷蔵庫にそれ入れとくのちょっと恥ずかしいかもしれない。あ、コインありがとうございます。 ありがとうございます。ね、本当に、わ、すごい、どんどん人早いな今日入りが。お、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、久しぶりだしね。いや、久しぶりですよ。3週4週4週かぐらいか。4週伸びて伸びて。そうだね、ちょっとね、お互いの忙しい時期がちょうどこう互い違いにこうやってしまって、ね、この間もライブもありましたしね。下北で、あ、俺らの企画の後にどこでライブしたっけ、フラワーズあ、そうだ、フラワーズロフトとかあったりとか、はいはい、で俺もそのちょっと企画後にいろいろバタバタしちゃって予定合わなかったりで、ついこの間もライブだったライブでリスケしたよね。そうそうそう俺が昨日、一昨日か、そう、一昨日の予定が一昨日のライブで、弾き語りでやっとできましたね。まあ、忙しいのはいいことですから。いや、本当に、いや、吉祥寺の企画は出ていただいてありがとうございました。あ、いえいえ、皆さんもね、見ていただいた方本当にありがとうございます。ありがとうございました。最高の一日でした。いや、楽しかったですね。今更ながらちょっといろいろ話していきますか。あ、そうですね企画ね、まあ、なんか企画に関する質問も、あ、そうね、いただいてましたね。早いけど先にじゃあ答えてきます、はいはい、先日のデルモ企画でのトワイライトカバー感動しました。以前にお互いの曲でやりたい曲を質問しましたが、すでにその時には水面下でカバーの話は進んでいたんですか？しじまのどなたの案だったんですか？久しぶりの歌謡改革楽しみします。僕はあれです、ライブのステージ上で初めていきなり、あれ、なんかこのイントロ聞いたことあるけどめっちゃ似てる曲作ったのかなと思ったら、トワイライトじゃんってなって本当にそこが初見で、めっちゃ感動して、あ、なんか俺結構ライブ本番前その自分のこう体温めたりするので結構早めに裏に行っちゃうんですけど、やっぱそういう自分の企画の時とか極力見たいから結構ギリまでいるんですよ。だからなんかそのちょっと準備しようかどうしようかぐらいの3曲目4曲目ぐらいの、そう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 だと思ってね、そうちょっと序盤に入れたんです。そうそう、で、あー、ちょっと残っててよかったみたいなまあ裏でも聞こえるから多分そのうちあれでも聞こえたらすぐ戻ったかもしれないけど、あれ僕はもう全然知らなかった聞かされてなかったですねいやー、とりあえずね、
お互いのカバーしたいのありますかみたいな質問をいただいたとき、はいはい、まあ、実はすでに睡眠下でその話は進んでおりまして、あで、まあ、やりたい曲、あの時俺フラワーランゲージって言ったんだけど、あそう、でも本当はトワイライトでカバーが進んでまして、ここでトワイライトって言ったらちょっとした不責になるネタバレそう、まあ、ありっちゃありだけど、どうしようかなっつって、まあ、本当にフラワーランゲージも個人的にはやりたかったから、はいはいはい、でバンド的には、まあ、トワイライトどっかいいかなってなって、はいはいはい、あの時も進んでまして、うーん、そうですね、発案は僕からでして、はいはい、なんかちょっと前にライブを見に行ったら MC をしながらなんか台湾の曲のコード進行でついでにちょっとその曲歌っちゃったみたいなのをやってる人がいて、はい、おしゃれ、そうで、そのまんますぐに自分らの曲に入るみたいなやってる人がいて、それ見た時にあ、俺もやろうと思って、いいせっかくだし、まあカバーはやっていきたいなと思って、いやありがたいな、あの曲むずいっすよね。そう、かなり裏話がありまして、はい、まあ、あの曲マジでむずくてあの意味わかんないっていうか、まあ、なんだあれ、プログレじゃねえ、フュージョンみたいな感じで、はいはい、結構複雑な感じだったんで、そうっすね、まあ、俺とかあとキー変えたんだよ、あーそうですね、たけるくんのキーじゃ歌えないから2音下げたのかな、はいはい、フラット4、うん、したんだけど、うん、そしたらまあ普通にコピーするのも難しくなっちゃって、ああそうか、キー変わると余計むずくなる、そうで元もよく分かってないから、まあ、元を練習して、はいはい、それからフラット4するみたいなことをやったりしてたんだけど、はいはいはい、いやキーボードが分からなすぎるみたいな、あー、はいはい、なって、はい、それであのなっちゃんに連絡してあの出るものをサポートをしてくれてたあのなっちゃんにですね、豊田夏樹に、はい、連絡をして、はい、あの連絡をしたところ、はい、なっちゃんがあの弾いて右で、はい、取ってくれて、それを送ってくれていや優しい、そう、私はこうやってやってたよみたいな優しい、すごいな、なんか音源とかその今までやったなんかを送ってくれるかと思ったら、はい、もうちゃんと新たにキーボードだけをなんか取ったものを送ってくれて、すごいな、そう、それでね、なんとか、なんとかできたみたいなところはね、ありますね、そんな裏話が、そうそうそう、なっちゃん優しいな、優しいですよ、まあ、確かにね、キーボードあの曲もだからコードとかは僕はメインじゃなくて、その当時のバンドメンバー の、うん、あの豊島さんがやっぱその展開とかはメインですごく複雑に作ってたんです。僕は多分メロディーと歌詞は結構僕やったんですけど、結構やっぱその曲の根幹というか進行と構成とかは割とあの人がやってたから、俺もすげえコピーするの大変だった一人になってからギターとかもあれ5人でやってて、俺別にハンドマイクで歌う曲だったから、ああそうなんだ、あれ聴きながら歌うの結構しんどいんですよ、カッティングしながら A メロとかやってて、そうです、それをね、子供もだからそう譜面とかを見て初めて、うん、あこんなことやってんだみたいな、あとさ、あれあの曲さ歌い出し一番最初、はいはいはい、あのメロディーの音さ、はいはい、コードの中にない音じゃない、わかないのかな、フミヤくんが入りづらいみたいな、はい、言ってて、はいはいはい、あそうなんだどうだろうねとか言ってなんかみんなで調べてたら、あれこれコードの音じゃなくないみたいなちょっと不協っぽい感じの音じゃないみたいななって、そうかもしれない、あなんか言われてみれば入りづらいかもみたいな、あそうかもな、結構それもなんとなくで、うん、確かにでも作ってた時そうだったかも、なんかこの音って大丈夫ですかねみたいな話してたら、あーまあなんか経過音としては間違ってないからいいよみたいな大丈夫大丈夫みたいな、コードの音じゃないけどみたいな、でもドア玉の音がそれっぽかったんだよね、あーミーか、見え、あそうそう、見えないのミーか、いやーあの気になる音楽好きの方は分析してみてまずコードが分かんないから、コードが分かんないそう、あの曲はすごいね、
もうちょっと複雑すぎて、うん、そうね、うん、そうだな、ギターで弾くのもだからすごい指使うし、そうだね、そうっすね、でもできるようになったらすごいね、楽しかったっすよ。あーで、ですですね、この曲はもうなんかアンチェイみたいなもんっすね。あ、そうそうなんかもうなんか完成、やっとでき、なんかこう練習して完成して初めてなんか感動するというかね、うん、なんかハマると気持ちいいみたいな感じ、ね、やってる側が気持ちいいみたいな曲ですね。いや本当企画、いやカバーしてもらったの初めて、あ 2回目かな、前トワと不穏っていう、あの千葉くんがやってるバンドがあのゆららをカバーしてくれたとか、そうそうアレンジの中でやってくれたりとか、うん、とかはあったんで、そうそう、逆に自分で今度誰かの企画呼ばれたらやってみようかなと思いましたねあれは、うん、大変だけどねやっぱやるといいよ、うん、うん、俺は動機作るところから始めるじゃないからね、確かにそうね、はい、一回カバー曲挟みますか、はいはい、この流れですけど、今日のエモソングは、あ、こんばんは、今日のエモソングはんんデュアリパですね、はい、デュアリパです。あ、皆さん知ってますか、デュアリパね、まあ、最近どうだろうな、結構有名になってきた、そうこの曲は1年ぐらい前、この日賀さんに教えてもらった気がします、ね、そう俺がね何人かに布教したんですけど、うん、なんかすごい良くて、まあ、でももう当時すでにアメリカでは確か全米上位のランキングとかに入っててだったんですけど、まあ、あんまり日本ではこう流れたりしてなかったから、はいはい、みんなに布教して、はいはいはい、まあそのあれですよね、あのアリアナグランデとか、そう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 、ああいうビヨンセとか、そういうあのなんていうの、アメリカの歌姫みたいな、あの歌姫お姉さんそう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 、セクシー歌姫お姉さん枠、そう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 、枠の一人、まあでも割とでもにしてはあれか、結構シュッとした感じ、まあもっと R&B っていうかその、うん、最近っぽいです、ね、うん、感じのこうベースが前面に出てくる感じの音楽ですよね、そうそうそう、そういう感じ、そうで、まあこの曲は特にねベースラインがすごいかっこいいんで、うん、ずっと好きで、うんうん、いつかカバーしたいなと思って、そうですね、だから結構難しかったな歌うのが、なんかいやあの洋楽の女性ボーカルってあんまやんないから、うん、で音数も少ないし、こう声で再現するのは結構難しかったから、そうそう、聞きどころはそうそうですね、新境地ですね、新境地ですねそうそうそう、そんな感じですけれども早速聴いていただきましょうかね、はいはいですね、デュアリパね、最近っていうかもうここ最近ずっとチャートにも曲出すたびに載ってる感じですよね、大体、うん、入ってる、うんうんうん、なんなら2曲ぐらい入ってたりする、うんうんうん、そうか、一気に2曲、そう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 、あの前のが残ったままで、はい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 、で新曲が入ってくるみたいなすごいな、じゃあ早速聴いてもらいましょうかね、はい、デュアリパで Don't Start Now。If you don't wanna see me, need a 4180 crazy. Think about a way. Always need a heartbreak. Change me, maybe. But look at where I ended up. I'm no good already. Some even it's scary. I'm not where you left me at all.So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't, show up. Don't come on, don't come on, don't say carried about me now, walk away, walk away. You know how, you know how, don't say carried.About me now. So,
ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ゆうさんこんばんは。しょっぱなかっこよすぎて笑ってしまった。ありがとうございます、なんかもうすごいすごいリバーブかけた。いやめちゃめちゃいいですよ。音数なさすぎて、なんか結構聞いてればコーラスもたくさん入ってるとこ入ってるし、なんか音圧なんなんですかね。音数あんな少ないのになんかこうズンズン来るのってやっぱマスタリングとかのあれなんですかね、海外。なんだろうね。全然薄い感じはしないんですよね。かっこよかったけど。そう。まあでもいい仕上がりだったと思いますよ、本当に。我ながらなんか意外にうまく、俺結構不安だったんですけど、やりながら、あれなんか結構あれなんか意外にいいかもみたいな。まあなんか知らなくてもかっこいいと思ってもらえると思います。はい、よかったですね。ね、そうそうそう。コーラス入れたり、いやでもベースラインかっこいいですね、この。いやベースラインねめちゃめちゃかっこいいっすよ。そう、まあそう、ちょうどタイミング的に終わっちゃった。今ちょうど今ちょうどで、そうそう、ね、アーカイブに持って、私もあらそうそうそうね、ジワリパ、あの原曲もかっこいいんだよね、ぜひ、皆さん聴いていただけたらと思います。はい、はい、そうです。あとなんだろうな、あとこの曲ベースラインかっこいいし、はいはい、あのねこれよく聞くと途中とかで、あの最初の方から割とずっとあの生のベースで普通の弾いてるんですけど、はいはいはい、途中でなんか知んないけど気づいたらシンセベースみたいになっちゃなってて、あーそう言ってましたね。そうなんか、そうそうそう、はいはい、それがねすげえ感動したの、なんか違和感なくふわーって急に、急にではなくふわって変わってて、あれみたいな、こう聞くシンセベースも普通のベースじゃないみたいな。そこがね、あの原曲の聴きどころです。はいはい。ちょっと原曲もぜひ。結構聞き逃した人が流しますか。もう一回もう一回流しましょうか。もう一回流しますか。今なんか後で流します。今流します。今流しましょうか。今流して、なんで、あのまあ今の話を踏まえてもう一回。そうそうそう。聞きましょう聞きましょう。次聞きながら俺らがこことか言ってもいい、別に喋っても。また YouTube に切り抜きで曲だけアップロードするんで聴きながら我々も喋りますか。ちょっとオーディオコメンタリー、オーディオコメンタリー風でいきましょうか。はい、はい、もう一度じゃあデュアリパで Don't Stop Now Don't Start Now If you don't wanna see me Need a 4180クレイジー、ベースドラムボーカルだけなんですね。ほんと少ない音数が。薄くコーラス入れてる。かっこいい。So, if you don't wanna see me dancing with somebody. で、こっから結構ピアノの裏の薄いパッドが結構肝なんです。あーそうね。そう、これね、そうそうそう、パッドとかがいろいろ入っててね。いや、リバーブじゃねえや、ディレイ？ディレイがね、の感じもね、いいですね。そうそう、いい感じに臨床というか、うんうんうん、そうなんですよ。ちょうど今ありますけど、やっぱもう空間系が肝でしたね、うん、ディレイゲーでしたね、このそうだね、この曲はかなりうまいことをやらないとペラッペラになっちゃうというか、ペラペラになっちゃう。そう、読み込みが長いですけど読み込み長いなロジックの固まっちゃったから、あ
ボーカル。If you don't wanna see me, see me. ね。こんなにかかってたんだ。そう、めっちゃ。If you don't wanna see me, see me. Little 480. ここがついて。Crazy. Think about the way.I was, did a heartbreak change me? Good already, some event is scary. I'm not where you left me at all. で、このそうだけ入れてるんですよ。the, if you don't, so, ね、はい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 。だけ入れて、あとサビのこのやっぱこれがないと結構。パッドめっちゃ、ね、いや高いパッドってすごい存在感があるよね。うん、そうなの、ね、っていう感じですね。構成が、構成でしたね。いやーいいね、やっぱ洋楽のゴリゴリこういうのもカバーするのもいいですね。なかなか、いや、なんか新鮮な感じもあるし、はい、よかったっすね。ですね。っていう感じでした。はい。デュアリパのドンサーナです。じゃあ今日の曲紹介いきますか。はい。まあ今日の曲紹介はやっぱり、もう皆さんもあれだと思いますけど、僕らの共通のファンの方は、皆さんね、お分かりの方もいるかもしれないですけど、今日リリースの曲がありますよね。今日ね、リリースされましたね。我らが同胞、はい、ゲストルームの、ゲストルームさんの新曲出しましたね、今日。いやー、ちょっと、まあ、感想は聞いてから。まあ、そうそう。いや、まあ、とりあえず、とにかくかっこよかった。いやー、まあ、まず聞いてもらえますか。聞いてもらいましょう。はい。じゃあ、ちょっと今日の曲紹介いきますか。ゲストルームで24。聞いていただいておりますゲストルームは24ですね。はい、かっこいいですね。かっこいいな、マジでずるいわ。うん、いや、今回の新曲もかっこいいんだけど、うん、特に好きかもしれない。うん、わかる、うん、俺もね、めっちゃいい思った。めっちゃかっこいい。
なんか今まであんまこういう感じなかったかもと思って、なんかいい感じ、すげえ初期のファーストアルバムとかの時の感じと今をミックスした感じだなってちょっと思った。あー、なるほど。個人的にはね、はいはいはい、そう、なんか結構そうですね、今までの曲だと割とこう、なんて言うんだろうな、こうノリがすごい良くてドープな感じの目だったけど、はいはいはい、ここまで疾走感があるゲストルームって俺の中で、ね、あ、初めて聞いたかもしれなくて、でもうずっとシンコペーションだし、うん、すごいすごいかっこいいなと思って、そうで、なんかボーカル的な話するとなんかなんだろう、ここまでファルセットいっぱい使ってロングトーンでずっと伸ばす曲もそんななかったかなと思って、なんかちょっと高いよね、うん、今までより。そんなことない？あ、高いかもしれないですね、なんかちょっと張り気味というか、うん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 、そう、なんかそうなんですよね。しかも結構地声と裏声もすごい行ったり来たりするから、なんかネクストステージ感がすごい。みなみちゃんのめっちゃかっこいいんだよ、全体的に。いや、なんか出会った時から毎回こうリリースでワクワクさせてくれるのはすごい、ゲストルームずるいなっていつも思ってし、毎回いいやんけこいつらと思って。いやー、やっぱでもカレンちゃんいい仕事してんだよな。いや、あの感想素晴らしいですね、マジで。シンセ超かっこいい、マジで。全員かっこいいけど、うん、いや、あの頭からずっとやってるベースのスラップもずるいし、はいはい、クソかっこいいやん。やっぱバンドっていいな。なんかヒーローを集めたみたいな、ね、アベンジャーズ感あるな。スペシャリストをね集めてね、やるのが一番楽しいよね。めちゃめちゃいいな、本当に。いやいいね、この仲間が、ライバルがいい曲出して悔しいけどかっこいいみたいな。そうなんですよね、毎回そうなる感じ。うん、いいっすね。これはちょっとでも本人にも話聞きてえな。あ、制作費は聞きたい。そうね、ゲストルームゲストに呼ぶから。確かに、ここに。まあ彼らは彼らでね、インスタとかで配信やってるから。確かに俺らが突撃すればいい。ね、そうなんですよ、確かに。あのリモートもできるし、ね、インスタだったら。あれ何人までできるんですか？4人。おお、うん、参入するのありかもしれないです、ね、勝手に22でやろうよっつって。確かに。22でこっち2で。でも作曲的なとこだと誰がその仕上げというか、うん、あれなんですかね、その全体のこうまとめ役なんですかね。あ、でもなんか持ってくるのは賢章くんで、はいはい、みんなでやるって言ってたね。うーん、今までの感じだと、はいはい、歌詞とかは基本的にみなみちゃん、まあ、みなみちゃんやってるっぽい。楽曲面はみんなで作る、みんなでジャムって作るみたいな感じのことも言ってたし、ね、うん、そうね、ちょっといろいろ制作費は聞きたいですね。そうですね、そういう日も作りましょうか。うん、あのそれとか、あの前ね、デルもシジマで曲作ったけど、うん、あのゲストルームと3バンドで作っても面白い。ボーカル3人でとかでも面白いかも。楽器誰がやる、誰がやる。確かに。ギタードラム2本、ドラム2個。3音だったら、ね、いくらでもいけるけど、うん、ね、面白い、なんかいろいろいいですね。そうですね、やりたいことがたくさん。またあのスリーマンは定期的にやりたいですね。そうですね、ぜひぜひやりたいんですけども、うん、なかなかこうね、なんかずっとそうね、聞いてますバイアベ。いたいた、アベちゃんがいた。アベちゃん、じゃあ今度インスタお邪魔させてくれ、我々を。みんなでやろうよ、みんなでやろうぜ。降臨。いやー、賢章さんはトークボックス。確かにそうだね、賢章くんトークボックスやってもらって、トークボックス職人だろう。うん、俺は曲作ったりしようかな。あー、いいいいな。俺は
まあ俺は一人だからね、あのボーカルで参加するだけだし、いつでも来てってやったぜ行くぜ。ゲストルームはどこでいつもやってたっけ。なんかスタジオか、うん、なんかそれぞれの家から、はいはいはい、リモートです。はいはいはい、なるほどな。なんかさ、カバーで歌ってみた弾いてみた系のやつとかをさ回し、うん、各メンバー回してさ、うん、なんかいろんな組み合わせでやっても面白いかも。あー確かに、今日は誰誰と誰誰でみたいな得意なやつとかとみたいな、はいはいはい、それやりたいかも。で自分ちで映像撮ってもらって、うん、すごいな。今酔っ払ってるからさ、うん、なんかもうできるできない関係なく思いついたことバンバン言ってるから今日あの期待しすぎないでいただいて、そうそうそう思いついたことをバンバン今言うコーナーになってしまってるのでね。いやー、ね、企画楽しかったな。本当楽しかったっすね。うん、来年さ、なんか年一ツアーとかね、みんなで回りたい。いやー本当はね、そこまでやりたいよね。うん、あと著作権がやばいやばい、全然知らない人の曲流れしてやばいやばい、ね、ツアーか、ツアーしそうだな。確かに3バンドで回りてーね。それぞれのなんか地元とか行きたい。みんな東京俺は静岡だけど、しじまは東京、千葉、埼玉だから、あ関東か、まあ関東。そうか、じゃああれか、ゲストルームのみんなはどこだろう。まあでも東京の人多いのかな。うちはでもサポートとか入れたら、まあ北海道とかね、コウ君が北海道だったりとか、まああとはあそうか、浜松にはみんなサポートいるし、そう、浜松一回来てもらいましたもんね。うん、そうだね、ツーマン、ツーマンじゃないか、あのイベントで、イベントで。せっかくならまあ透明版とかやりたいね。やりたいね、いい感じに。群馬、東京、栃木、北海道、青森、めっちゃある。東京一人しかいないじゃん。あそうなんだ、あそうなんだ、栃木もライブハウスあるもんね、結構、うん、北海道、群馬もある、群馬もあるね。青森はちょっと分かんない。青森か、青森のミュージシャン身近にそんな、 あれかエゴイミーのボーカルちえちゃんぐらいか。青森か、青森珍しいかも、の人会うの。へえ、いいね。ちょっとツアー、ね、ツアーやりたいな、マジで。いや、やりたいな。企画もね、なかなか、よいしょ。質問はそれで全部かな。そうだね、はいはい、よいしょ。確かそうですね。やりましょうやりましょう。じゃあ来年やる。来年、来年やろうぜ。なんかでかいとこでいつかやりたいですよね。そうだね、なんかそれは最大の目標ですね。北陸も寄ってください。あ、確かに行きたい、行きたい。北陸、金沢、金沢普通に旅行行きたい。確かに旅行行きたいな。美術館ありますよね。美術館、金沢に何か有名なやつ、もう何でもいいんだ夏になんかキャンプ行こうみたいな話も結局行ってないしな。そう、しじまもねキャンプ行こうみたいな話になったんだけど、あのこういうご時世なんでちょっと、うん、確かに、まあ、無理だなってなって。確かにな、どこも行かないですね。ね、どんどん増えてるからご時世的にね。でも夏は短いんですよ。そうなんだよ、もう今企画してなかったらもう夏は終わったと思っていい。確かに、今だってもうすぐ9月でしょ。あとまあ半月、半月ちょっとぐらいあるけど、しんどいな。そうなんですよ、今のうちにもう今日にでもちゃんと決めないと夏は終わってしまうんですよ。まあ難しいか。また増えてんのか今。
増えてるかな今日も。いや4700、600とかだったっけ。はいはいはい。いつ落ち着くんだ来年。来年の夏はもっとあれかな、まともになってんすかね。まあそうであってほしいですね。なんか特効薬がね、はいはい、こう今なんか申請したりとかなんかちょっと動いてるらしくて、特効薬があればね、うん、タミフル的なやつ。あ、そう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 、あ、そこがちゃんと認可がまあなんか広まれば、うん、広まってくれれば、はいはいはい、一気にランクダウンするね、その病気としての第一種みたいな、うん、なんかそうそうそう、多分そうなるんじゃないかな、うん、とは思うんで、まあそれがいつかなって。はいはいはい。そのなんかインフルみたいな、その冬になったら流行り、うん、インフルエンザに気をつけましょうみたいな、そういうこう流行り風みたいな、そうそうそう、風になっていくんですかねこれから。まあそうなっていかないとね、うん、困りますよね僕らも皆さんも。いや本当に業界的にね、まあでも結構これ主流になってきそうですけどね、このオンラインライブとか、割とそのコロナとか収まってもなんかスマホとかだけで見れます。はいはい、ツアーとか。まあでもいろんなところの人がこう見れるっていうのはやっぱりいいなって思ったね。配信しないライブもつい最近やったけど、配信しないと見れない人もいるんだよなっていうのももちろん感じたし、まあだからこそ配信がないからこそ来てくれるっていう、とてもありがたいことももちろんあるし、一長一短ではそういうのはあるんで。でもやっぱ配信はやった方がいいのかな。オンライン配信が流行ってくれたおかげで知れたのでよかった。確かにオンラインがあることで新しく知れたアーティストとかもいますからね、割とライブで。そう難しいよな、オンラインなし、生限定ですみたいな方が来ることもあるけど、ね、我々としてはやっぱ生で見てもらえた方が、まあ、もちろんそれが、ね、一番いいなとは、いい状態なんですけれども。そうなんだよな、オンラインだったら別に弾き語りとかだったらなんなら家からできちゃうし、そこがなんかね、せっかくライブハウスでやってるなら生で聴いてほしいっていう気持ちもありつつ、まあバンドとかは家ではできないけど、なんかね、あの音を浴びるという感覚がやっぱり一番お酒飲みながらね、そうですね、あれがやっぱり気持ちいいから、それはなくしたくないんだよな。今お酒も飲めないからね。そう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 、残念ながら。そうなんだよな。好きなアーティスト増えて遠征のハードルが下がりました。あーなるほどね、確かに。ひょこさん結構来てますもんね、ありがたいことに。本当にありがたい。まあでも前から遠征は割と行ってた方ですよね多分。そうか、でも遠征のハードル下がるっていうのはありがたいな。そう、いや来てもらうばっかじゃなくてね、俺らもやっぱ行きたいですよね、みんなの。そうですね、本当にホームに、行きたい。そうだな、ツアー。でもこう僕らみたいに関西、まああんまりこういろんなとこ行ってないじゃないですか、遠征というか、うんうんうん、その状態でこう名古屋とか大阪ってどうやってあのイベントが成り立つんだろうかともちょっと思ったりするから。あ、そう、それはめっちゃわかる。めちゃめちゃ難しいなっていう、実現するのが難しいのはそこなのかなって。確かに。リサ全通、全通してくれ。あのスーツケース持ってさ、よくいるじゃんはいはい、あの ツアー版に全部全通するみたいな、はいはい、あれ憧れるな確かにファンの人が全部来てくれるみたいな。そうそう、今日どこから来ましたか、東京、お前またいんのかみたいなあれね、いいよね、人気のあるバンドで、ね、はいはいはい、憧れるよな。エルレガーデンとかそういうのやってた東京ばっかなお前でもいいよね、お客さんもさ、ツアーでさ、いろんな地方の食べ物とかさ楽しめるしさ、まあ旅行がてらというか、やってやってね。そのためにはうちらが、うん、売れないイベントを組めるようにならないとまあ実際ね、組めなくはないのかなとは思う。あ、そう、組もうと思えばね、
だからあれかもね、そのあのよく、まあ、普通はあれか、多分メジャーデビューとかってなったら、YouTube でミュージックビデオがすごい回ったりとか、うん、まあなんかフェス、大きいフェス出たりとかで、はいはい、知名度的なものがある程度出て、うん、じゃあツアーってなったら、ああこう出るもあの 浜松来てくれるんだとか、はいはい、大阪来てくれるんだっていうので地元の人たちがもうすでに知った状態で行くっていうのが多分普通ですよね、うん、だそうだね、俺らがその今の知名度の状態でツアー回るって回ろうとすると、そのそこでこうなんだろうな、地元の人っていうか東京の人が来てくれるか、もう自分たちのファンが一定数いる場所に、まあ、そう決めこう、そう決め打ちで行くかしかないか、あとはもう採算度外視でこうもう、うん、拡散するっていう、こう目的で自分たち、ただね、客ゼロで行っても意味ないからね、まあ、そうなんですよ、ね、そこが悩ましいんですよ、うん、名古屋でライブしてお客さんいないみたいな、うーん、確かに何しに来たんだろうみたいな感じになってしまうのがやっぱり悩ましい、悩ましい。よくあるのはさ、あの東京で俺らお客さん呼ぶから大阪のバンド呼ぶみたいな、はいはい、で大阪に行った時はそのツーマンのバンドに大阪のファン呼んでよっていうのが交換イベントみたいなのは、そう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 、それはよくなんか聞くけど、うん、ゲットビルモンキーズとかすごいツアー行ってるし、でなんかシンガロンパレードとかとよくやってたりするけど、はいはい、やっぱシンガロンとかね、大阪とか京都とか強いから、そこでよくお客さんこう入れ替わり立ち替わりで、うん、なんか頑張ってやってたイメージはあるけどね、なんかそうだね、そう地元バンドと対バンパターン多いですね。浜松来てもらった時も地元の2組出てもらったりとか、やっぱり名古屋とかで活動してるバンドと対バンするっていうのが一番いいんですよね。大阪とペンギンラッシュペンギンラッシュ怖っ何回もやったじゃないですか。いやいや、もちろんまた一緒にやりたいよ、うん、ペンギンラッシュはあれだもんね、あれめっちゃ髪短くなってなかった？あ、そうだね。ミオちゃん、うん、髪の毛切ってましたね。かっこいいよな。いや、いいよね、似合う。女にモテる女って感じする。シーナリンゴ的なさ、はいはい、同性にからの人気ってマジでめっちゃ強いなと思う。やっぱ音楽やってて、そうだね、なんか同性の人気ってまあなんだろう、憧れとか共感とかじゃん。で音楽においてなんか憧れとか共感ってすごいやっぱりこう大事なことだなって思うから、うん、なんかそう、まあ、もちろん女性の方に共感してもらうっていうパターンも全然あるんですけど、なんかそのなんて言うんだろうな、タケル君映ってないよ。そうそう、なんかなんて言うんだろうな、共感なんだろう、そこウーバーワールドが男だけで武道館を埋めるみたいな、 あれってなんか僕もこうなりたいみたいな、いやわかるわ、そのなんか多分人として憧れみたいなのがあるって強いと思うんですよ、うん、なんかそういうものに慣れてるのってすごいなみたいな、うん、いいよね、男祭りみたいな、そう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 。音楽を好いてくれてるだけじゃなくて、多分そのああいう大人になりたい俺みたいなの風に思われる人間になってるってことです、はいはいはい、ってすごいやっぱりすごいことじゃないですか。すごいよ、そうあいつ好きって、そうそうそう、知らねえやつなのに思われるんだよ。いやそうそうそう。だからそういうのがやっぱその難しい、そうなかなかやっぱできることじゃないから、うーん、そう、まあ、女性でもね、ああいうかっこいい人になりたいと思ってくれてる人もいるかもしれないけど、まあ性別がね違うから、まあ、なんかなるっていうよりは単純に音楽かっこいいとか、はいはい、そのね、多分それ純粋に応援してくれてる人が多いけど、やっぱその多分同性は人としての憧れみたいなちょっとあるんじゃないかなみたいな、そうだね、あるから難しいですね、逆に同性のファンつけるのって。いや絶対的に難しいと思うけどね、まあ、音楽が好きでっていう人だったら全然いるかもしれないけど、うん、そこは結構
だそれこそ今あのボーカルボイトレのレッスンで今教えてる子が中学生の男の子なんですけど、はいはい、もう可愛くてしょうがないすごいこうやっぱりこうなんか尊敬の言葉をすごい言ってくれるから映像とか送ると尊敬されてんの。もうなんか先生が超有名になったらめっちゃ自慢しますみたいななんかその映像めっちゃかっこいいっすみたいな。ライブオンラインとか見てくれたら、うん、もうありがたいっすよね。そうそう、あれこれあれじゃん前回のファンマルの曲ファンマルの曲そのまま入った前回流した、そうね、そう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 ね。まあその嬉しい度合いで言ったら全然別に男だから女だからっていうのは、うん、もちろんもちろん別にそこは 平等なんですけど、単純に難しいよねっていう、うん、同性のファンつけるの。そうだから椎名林檎とかマジですごいね、勢いすごいなまん丸の曲のパワーがあるなそうね、だそういうのは結構憧れますよね。レッスンとかやんないですか、教える方。いやー特に機会もないからやるあれもないんですけど、うん、いやーなかなかね自分も教わってきた人間ではないのでね。ああまあ私教えるって教えるってすごい難しく感じちゃうかな。はいはいはい、たくさんボイトレも迷しすぎる。ああもう全然募集してますよ生徒さんあれでもなんか習って、あそうだ、それこそファンマルのボーカルもボイトレやってるから。そうそう、スガちゃん、スガちゃんに一回習ってみたいな。いいよねボイトレ、うん、ね、うん、ね、ボイトレ、フミヤくんと一緒に習いに行こうみたいな前言ってなかったっけ。あその結局ね行ってないわ。あまあ社会人だとねなかなか、うん、難しい。俺も行けてないし、うんうんうん、なんだかんだ忙しくて、はいはいはい、行けないんすよね。詩人ももう社会人バンドっすもんね。なんか比嘉さんに続いて辞め出す人とかいなそう。そうそう、それはねいないと思うなるほどな。いや俺も最近さ辞めて今もう会社員ではないんだけど、うん、会社員ぐらい普通に働いちゃってて、あ意味ねえなって思い始めちゃったあやべえやべえと思って、あ普通にめっちゃ働いとるやんみたいなそこはねちょっと急に焦っちゃった。あやべえやべえやべえ俺何してんだといやーまあでもそうなるよな。なんかでもなんか正社員じゃないっていうその肩書きがないだけで、うん、ちょっとやっぱこの心の肩の荷というか、いやもう全然違いますよ。違いますね、その同じ日数、同じ日数入ってるとして、うん、やっぱまだミュージシャンでというものがメインで、そうそう自分のなんか優先順位の中で上にある感じが、うん、そう全然あの通勤の時間はまあ一緒っていうか、うん、早いんだけど、はいはいはい、あ全然この格好で行ってるし、ああ気持ちはもう全く違いますね。そうだな、スーツとかでもないしね。そうそうそう、スーツ着て働いてたことはあるんでしたっけ。あ今までずっとスーツだ。スーツか、うん、そっか。スガちゃんのボイトレ面白くてですね、受けてみたいな一回。面白いんだお互いボイト。いやでも俺教えれる、スガちゃんに教えれるほどのあれはない気がするな。スキルがめちゃめちゃ詳しいもんな。あすごい声出してるもんこれ聞いたらメタラーのあれだね、メタラーのニートいいですよなそうか、阿部ちゃんニートか。阿部ちゃんあれはバイトとかも今特に休職中って言ってたからね。ああ俺と一緒じゃんニート。でもちょうどこの間あのあれがなくなっちゃったんですよ、ハローワークのやつ。はいはいはい、失業手当か、手当かがなんかコロナでちょっと伸びてて、仕事退職してからある程度もらえてたんですけど、うん、ちょうど先月で終わっちゃったから収入が今ない
から、そろ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 ちょっと本気出さないとみたいな。みんなレッスン受けてください。レッスンぜひ。みんなレッスン受ければ。レッスン受ければ俺が食べていけそう。本当にね。そうそうそう。まあでも歌楽しいですからね。カラオケとかでも歌えたら、うん、楽しいし。そうだね。うん、すごいな、もうファンマルが気になってしょうがない。ねえ、どちらのトークよりも圧が強いんで、うん、圧がすごいな。すごいよな、どうやったらこんな曲作れんのよ。マニアックすぎるだろ、うん、ねえ、すごいな。終わる。ファンマルの音楽楽しいですよね。ね、本当に楽しいわ。終わった。トワイライトタイムですね、はい、あ、なんかいつものラジオっぽい感じだねえ。なんかあれ、次のライブいつでしたっけ。次のライブはね、決まってないです。ああ、なるほど。そうかそうか。そうですね。あ、今何時。10時前。おお、そうですね。まだないんですよね、出るもん。もうあれ、これはいや、もう結構10月ぐらいまでは。あ、そう、結構。あ、そうだ、出てたね、ライブホリックとか。そうなんですよ。てか来週ライブ、来週、来週の火曜日17。あ、で9月1日、9月26、10月29はカミングスーンって書いてある。そうですね、これはとあるバンドの企画に呼んでもらってて、お昼、9月26日曜日はお昼。ほう、下北だった気がする。まだ発表できないですが。ほうほう、お昼のライブですね。あ、いっぱいライブありますね。そう、なんやかんやね。むしろ一人のやつはないんだね。一人のないな。一人のないな。全部バンドだ。だから この間が本当に久しぶりの弾き語りで、トワイライトタイム生で聞けたのが嬉しかった。トワイライトタイムね、最近よくやってるんですよね。うん、やっぱいい曲だ。トワイライトからのトワイライトタイム。そう、一回フミヤ君がデルモと対バンしたときに、トワイライトタイムやる前にトワイライトっつって始めたことがあって、トワイライトタイムなんだけど、発音良すぎてトワイライトタイム、トワイライトタイムが聞こえなかっただけかもしれない。そういうのもあってね、トワイライトとトワイライトタイムつなげようって思って、まあ、連チャンでやろうって思った ね、 ですね。最近お昼ライブ増えて嬉しい。お昼ライブいいよね、やっぱね、いいんすよ ね、 ね、俺らもいいし、そう、みんないい。本当はしょっちゅうやりたいんですけどね、なかなか。そう、日賀さんも終電気にしなくていいし。そう、うん、まあ、ね、今のご時世だと8時に終わっちゃうから、うん、終電すぐだけ全然あるけど。そうそうそう、でもまあ通常時だったらめちゃめちゃ酒も飲めるし、うん、確かに昼ライブはすごいありがたいんですけどね。朝声出ねえぐらいボーカルだと。そうだね、入りも早いからね。リハーサルとかで声出ないよね。起きて3時間欲しい。声帯もむくむんですよ。そうだから朝起きてから2、3時間経たないとね、起きない、喉が、ね、あんまりね、午前中とかは歌わない方がいいとかも言う人もいるもん、ね、ますね。全通します、よろしく。あ、もう全通もう待ってますよ。唯一コロナで良かったこと、お昼ライブ増えたこと。ああ、確かに、ほんとね。椎名林檎とか、朝のこのちょっと枯れた感じが、うん、欲しいからつって朝レコーディング入れた曲とかもあるんですよ。ちょっとガラガラしてる感じが、はいはい、使いようってことなんですかね。その域になるとすげえなみたいな。うん、それでもだってできちゃってるってことだもんね。確かに、日々のボイトレだな。確かにコロナとお昼ライブ増えたな、割と。たけるくんのその4つぐらいあるやつは全部夜、あ、1つ除いて、あとはそうですね、カミングスーンだけ、昼ですね。そうそう、なるほどなるほど。あれ、これあれだっけ、コイン今あれか止まってんのかな。ん、あ、もらってた、ありがとうございます。もうあと2分で
1時間。あ、早いもんで。ありがとうございます。そうですね、主人公としてはライブの告知は今のところできないんですがまあ来週、まあ来週あたりにちょっとした、発表がございますので。お、ちょっとした、ちょっとした、まあまあな、まあまあないい感じの発表、いい感じの発表を、いい感じの発表、いたしますので、そちらはまたツイッターとか見てくれると嬉しいです。サマータイムだ、察しが良すぎるさすがだなひろこさん、さすがだな、ね、と、まあ、それ以外にも盛りだくさんとなっておりますので、俺も発表したいなはい、よろしくお願いします、うん、あ、そっか、5分遅れぐらいだから、あと3分ぐらいあるのかな。そうだね、こっちだと3分。へ、はいはい、ね、いいね、いいですね。あやふや久しぶりに聞いたなそういえば昨日、昨日昨日か、ちょっと家で練習してて、久々にあのストックしてた曲をね聞いたんですよ、はいはい、自分が作って。あ、それがめちゃくちゃ良くてさ、はいはい、そういうことってない、なんかある、前作ったやつ、ある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 、言い返したらさ、あれこれめっちゃ良くない、めっちゃいいメロじゃないみたいな、これなんで世に出してなかった、これなんでそう出さないんだろうみたいなあるな。 それがね昨日すげえあってね。うん、でも昨日もちょっとお酒飲んだから、あ、それのせいかなってちょっと思ったんだけどおかげかなそう、酒飲んでから気持ちよく聞こえちゃうのかなと思ったんだけど、それあるな。まあでも、まあでもなんかそういうことってあるかなと。ありますね。ね、それってきっといいってことだよね。まあいいってことだと思います。まあ後から聞いてもさ、うん、ちょっと時間を置いていいって思えるってことは、うん、あんま良くないと、あ、ちょっとなりますから、ね、うん、あ、まあなんかいいけど、うん、まあみたいななることが多いよね。明日はゲストルームの客間レディオですね。あ、明日の、あ、明日やるんだ。ほうほうほう、なるほど。明日はダメだ、俺予定がある。あら、ちょっとタイミング合うとこでまたお邪魔しましょうそうっすね。うん、あいつか聞いてみたいってね、未発表。あ、それはもうこれから出るかもしれないですねうん、うん、楽しみです。作りたいんだけどね。そう、 あとなんかあれだ、私あの楽天ライブ終わったけど新しいの始まったんですよ、同じ 系列とか。あ、そうなの。そう、それちょっとまた始めようかなと思って、お、家配信また再開しようかなと思ってます。なるほど、個人で、個人で弾き語りしようかな。ちょっとその辺はいろいろとね。あ、お茶ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、そう、一応もらってるからブツッと切れることはないのか、多分延長にはなってるから。うん、まあ焦らなくてもいいけど。そうですね、ね、そう、配信ね。あ、おありがとう。マイメロ、マイメロとかあるんだ。新しい曲もそう、ライブとかでバンバンちょっとやっていけたらなと思うんですけどね。この間も企画で新曲というか、弾き語りでやってたイミテーションっていう、はいはいはい、やってたね。もともとユースレスっていうタイトルだったんですけど、ちょっとなんか歌詞を書き直したら歌詞とタイトルが全然アンマッチだったからちょっといろいろ直しましたけどね、歌詞もタイトルも。うん、ね、そうそう、お楽しみです。お、あ、すごい、メンションできるんだ、ホーリー、これって初めて知った。ほんとだ。いや、ゲストルームの新曲マジ良かったな。いや、めちゃめちゃいいよ。うん、カバーしようかなもうなんだ、酔っ払ってるからもう何でももう全部やんなきゃいけない言ったこと。もうね、あ、でもカバーしたいんだよな、ほんとに。いや、してみたいよね、うん、カバーしよう。それは弾き語りでやろうかな。でもちょっとあのさっき言ったのはガチでやりたい。あのそのゲストルームしじま出るもの3つでこう、うん、メンバー回して、今日はこのカバーみたいなので組み合わせいろいろ、うちのサポートのコウ君とかタイト君とかも入れて、うん、そうそう動画撮って狙撃しますあれね、そう、あの前
俺の個人の配信でそうそう弱気をはいはい、はい、やって、その同時に配信してた時に、うん、タケルが弱気やってるぞみたいな、うん、そうでした、狙撃してくれたやつね。楽しいね。そうですね、そうね。次のカバーも決めて、ね、何も決めてないですね。まあリクエストとかあればまた言ってもらってもいいですし、いつでも受け付けてますんでね、うんうん、ですね、ですね。この辺ですかね。1時間ぐらい1時間ぐらい経ちましたがはい、僕も久しぶりにお酒を飲んで配信をしてますけど、久々の配信、久々のお酒、赤くなるなやっぱ。まあ今日はでもそんな赤くない、そんな赤くないか、うん、ピンクぐらいの方ですね。すぐ赤くなっちゃうんですが、まあお知らせももう言ったし、あの来週のライブ火曜日ですね、来週火曜日下北沢ライブホリックで僕はライブがありまして、鳥の7時半から出ますね、はい、でありますので、ご予定ご都合よろしい方はぜひ遊びに来てください。しじまは近々お知らせがあるそうです。はいはい、そのところですかね。そんなところで、はい、じゃあ今日はこの辺でお別れしようかなと思います。はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい。皆様遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。間空いちゃったけど、ね、ちょっとね久々だったんですけど、ね、はい、ちょっと次は近々やりましょうか、はい、またまた2週間後ぐらいの、はい、つまりスパンでやります。はい、はい、あ、マイメロありがとうございます。マイメロすごいな。はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、ここまでお送りしましたのはシンガーソングライターデルモと、しじまの比嘉がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。静かに潜む思いが